ハクション大魔王は、タツノコプロによる、ギャグテレビアニメ及びその主人公。ある日、小学2年生のかんちゃんこと、ヨダヤマカ、日は、屋根裏で埃をかぶった壺を発見する。壺の前でくしゃみをすると、その壺の中からなんとも奇妙な魔法使いの、ハクション大魔王が飛び出してきた。この大魔王はくしゃみをすると壺の中から呼び出され、相手がくしゃみをもう一度するまでは壺には帰れない。 しかも、呼び出した者の,の願い事を叶えなければならない。かんちゃんは早速、願い事を叶えさせようとするが、大魔王の魔法は役立たずで何をやっても、失敗ばかり。さらに、あくびをすれば、大魔王の娘でおてんばなあくびも壺から飛び出して、ご主人様の言うことも聞かずにいたずらし放題。ドジな大魔王と、やんちゃなあくびが、街中で大騒動を巻き起こす。シリーズ前半では、 カンちゃんは大魔王とあくびの存在を両親に隠していたが、後半では両親に受け入れられて、家族同然となる。本編中のエピソードの大半は、多少の愛感はありつつもギャグに徹していたが、最終回は一転して、シリアスな展開で締めくくられる。大魔王とあくびは、壺の掟手により大大魔王の命令で魔法の壺に百年間封印されることとなり、二人は号泣しながらカンちゃんに、 結食で100年間、会えなくなることを告げる。カンちゃんをはじめとする登場人物たちは大魔王と、あくびが魔法の壺に戻ることを阻止すべく様々な策を講じるが、壺の持つ強力な魔力の前には無力で、親子ともども壺の中へと引き戻されてしまう。大魔王とあくびは、カンちゃんたちに別れを告げ、魔法の壺は月の彼方へと飛び去っていった。ある日、 小学5年生のカンチャンこと、ヨダさん、カンタロウが学校から帰宅すると、自分宛ての小包が配達されてくる。小包の中には奇妙な壺が入っており、壺の近くであくびをすると、その壺の中から魔法使いのあくびが飛び出してきた。あくびは魔法の世界の女王になるため、父のハクション大魔王の命令で人間の世界で魔法の力を磨く修行をするのに、50年前に、 お世話になった勘一の孫である、勘太郎の家に押しかけてきたのだ。あくびは早速、修行のため勘太郎の夢を魔法で叶えようとするが、勘太郎には叶えたい夢や、将来なりたい職業がなく、修行にならず困らされる。そんな時、勘太郎がくしゃみをすると、今度は大魔王が、壺から飛び出し勘太郎の夢を叶えようと世話を焼き始める。しかし、 人間の世界を離れた50年の間に世の中が様変わりし、科学の力で人間の願いがほとんど叶っていることを知って、大魔王はもう魔法の力はいらないのではないかと落胆してしまう。そこであくびは修行の目的を、タ太郎の叶えたい夢を見つけることに変更し、タ太郎のお世話をすると決めるのだが、おならで壺から呼び出される弟のプータのいたずらで、大騒ぎが巻き起こる。 アクビとの様々な職業体験を通し、カンタロウの夢が見つかったとわかると、修行の目的を果たしたアクビは、魔法界の起きにより次の満月の晩に、魔法界に戻らなければならなくなり、もう会えなくなることを告げる。そして迎えた満月の晩、カンタロウ一家をはじめとするクラスメイトたちはアクビと、プーッとの手足を握りしめ、二人が魔法の壺に戻ることを阻止しようとするが、 ツボの持つ強力な魔力の前には無力で、二人はツボの中へと引き戻されてしまう。あくびトップ歌は、カンタロウたちに別れを告げ、魔法のツボは夜空に浮かぶ月へと浮かび上がり、消えてしまった。声は1969年版、2020年版の声優。一人の場合は突起なき場合1969年版。基本的に、ハクション大魔王はくしゃみ、あくびは、 あくびで呼び出されないと出てこないが、話によっては最初から登場していることもある。豆の木町にある芝生の庭付き一個建て、魔法や騒動でたびたび全開する。全開までしなくても、かんちゃんが屋根から床下まで落っこちたり、大魔王とかんちゃんが玄関を破壊したようなことがある。かんちゃんの部屋の押し入れの天井から入れる屋根裏に大魔王の部屋がある。 屋根裏に収まらない仕掛けをするときは屋根の上で行うことがある。大魔王の好物は当初の設定ではコロッケだったものがアフレコの段階でハンバーグに変更になった。この理由には以下の説がある。笹サ川サはコロッケと思ってみれば見えなくもないとコメントし色指定のミスが原因ではないとしている。初期の調理シーンではハンバーグは衣をつけてから油で揚げているが 途中からは鉄板で焼く表現に変わっている。タツノコプロの公式ツイッターではハクション大魔王の大好物ハンバーグ。ところが作画の際にコロッケを想定していたため画面上では油で揚げているシーンが作られていた。しかしレシピ本、空想、お料理特本にハクション大魔王のハンバーグが紹介。油で揚げるハンバーグの作り方も掲載されているとツイートしている。 2012年7月29日放送の TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー特集タツノコプロ50周年での大平徹の証言によれば最初のアフレコ時の台本ではコロッケとなっていたが今時コロッケはないだろう今の子供はハンバーグだとその場でハンバーグに変更したというハクション大魔王をはじめとする魔法使いたちが 人間の世界で使う魔法は、基本、呼び出した人物の願いを叶えるために使われ、呪文を唱えたり、魔法の道具を使うことで物を作り出す。人や物の姿、形を変える、人や機械を、意のままに操るなど、おおよそ考えつく限りの万能の力があるが、壺の中に魔法使いが戻ると魔法が溶けてしまい、そのことが話のうちに結びつく展開となることが多い。 壺の中に戻らなくても、あくびが苦手な鏡を見て、精神的に弱った際に魔法が溶けてしまった例もある。時には大魔王が人魔神が出て、痒くなったのを抑えるのに、魔法でお風呂を沸かすなど、自分のために魔法を使ったり、あくびアップー歌のように、ご主人様の言うことを聞かずにいたずらする目的で、魔法を使う場合もある。 アクション大魔王は1969年10月5日から1970年9月27日まで、フジテレビ系で全52回放送された。平均視聴率は13.5%、最高視聴率は第23話の19.1%。漫画化されて、タツノコプロによる漫画版が、楽しい幼稚園、週刊僕らマガジンで連載された。 吉田達夫と達の子プロと内山守、安、天間正人と、え、内山守、安、天間正人と、え、大田次郎により作成された。なお漫画版は現在漫画図書館 Z から電子書籍全一巻として無料配信されている。末尾のインは DVD ソフトのオープニング映像のクレジットに表示。1969年放送分の 1> 第1回から第13回までは、ハクション大魔王の歌がオープニングテーマで、あくび娘がエンディングテーマ。1970年放送分の第14回以降は、あくび娘がオープニングテーマで、ハクション大魔王の歌がエンディングテーマとなる。共に入れ替えの際に若干の映像の変更がなされた。オープニングでのタイトルは、大魔王編は最初のくしゃみの後に、 アクビ編は1番と2番の間に出された。歌詞の多くの漢字にはルビが振ってある。DVD 化作品では、ハクション大魔王の歌のオープニング映像は、ノンクレジット映像に1番の歌詞とスタッフ表記が、スーパーインポーズ形式で表示され、曲終了後の無音部分が少し長めに取ってある。末尾に、カラー放送のマークも表示されていた。ただし、これらの表示には、制作局の、 フジテレビがないなど、本放送時のフィルム焼き込みのクレジットとは異なっている。あくび娘のオープニング映像では冒頭に曲紹介があり、スタッフ、歌詞ともフィルム焼き込みとなっている。カラー表示はない。エンディング映像は前期、後期ともノンクレジット映像である。本放送時のエンディング映像では歌詞、声の出演やスタッフのクレジットが、フィルム焼き込みで表示されていた。 オープニング、エンディング映像は放送局により途中でカットすることもあった。また、局によってはノンクレジット映像にテロップで主題歌の歌詞を表示した例もあった。2020では BGM として使用されている。サブタイトルはの話で統一されているが、稀にの話ののがないのもある。なおサブタイトルがの話で占めるのは本作及び2020が唯一。 サブタイトルデザインの変遷は次の通り。系列は放送当時の系列。太字の放送局はユート t u 製作の2020も放送するつぼね。本放送終了後、昭和40年代後半から昭和60年代にかけて各地の多くの放送局にて再放送が行われていたが、近年でも以下のつぼねで再放送が行われた。DVD ボックスが 東芝エンタテインメントより2005年2月25日に発売された。メディアファクトリーより8回16話分のセレクション、DVD も発売されていたことがある。ハクション大魔王2020は、2020年4月11日から9月26日まで、土曜17時30分枠にて、読売テレビ制作、日本テレビ系列で放送されたアニメーション作品。内容は、 前作の50年後を描いたもの。タツノコプロと共同でアニメーション制作を担当する日本アニメーションにとってはボスコアドベンチャー以来33年ぶりとなる読売テレビ、日本テレビ系列の新作アニメである。オープニングには1969年版が放送された50年前当時から2020年版の現在の文化、世相の違い、 点線を解説する1分前後のアバンタイトルが設けられており、アバンタイトルが終わるとオープニング曲のパートが始まる構成となっている。本編では、カンタローの将来なりたい職業を見つけることがあくびの修行の目的となっているため、第4話以降はカンタローや彼の周辺の人物が様々な職業を体験することが毎回のストーリーの骨子となっている。 前述の通り主人公は悪びであり、大魔王が本編に登場しないエピソードもある。データ放送では本編中に登場する、それからおじさんを見つけて、青ボタンを押すとポイントを獲得できるゲームがあり、獲得したポイントに応じてプレゼントに応募できる。新型コロナウイルス感染症流行の影響で制作作業が見合わせとなったことにより、 2020年5月30日に放送予定であった第8話の放送を6月20日に延期した。なお、休止期間中は第1話第3話が再放送された。同年12月23日に全20話を収録したブルーレイボックスがアニプレックスから発売された。ここでは2020年版に登場するキャラクターのみを紹介。 1969年版から引き続き、登場している人物に関しては、上記を参照。魔法使いヨダさんが友人、クラスメイトゲストキャラクター第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話第10話、第11話、第12話第13話、第14話第15話第16話、第17話第18話2013年11月17日。 富士テレビ系列にて放送された。放送時間は日曜19時20時54分。主演は関ジャニエイトの村上慎吾視聴率は8.6%。時代設定がオリジナルよりも制作時の現代に合わせて変更、追加点が存在する。放送終了後も主演の村上が出演する月曜から夜更かしや、 患者にエイトクロニクル等でネタにされることが多い。サブタイトルデザインと読み上げはアニメ版第26回までと同じパターン。2018年10月2日より着ぐるみユーチューバーとしてハクション大魔王とアクビちゃんが活動を開始。2018年12月よりアクビちゃんの弟ップウータくんが登場する。ハクション大魔王2020に関するカテゴリー。 ありがとうございます。